こんにちは、こんにちは。西村ひろゆかないです。みなさん、こんにちは。寺田美希です。はい、今日のゲストは発達障害者 YouTuber たひるちゃんに来てもらいました。たひるちゃんです。どうもよろしく。はい、それでは今日の質問です。ひろゆかないさんに質問です。職場の上司がスラックやチャットワークなどを使わず電話をかけてきて、仕事の指示や進捗具合を聞いてきて、さらにはしょうもないことばかり話してきて迷惑です。上司に電話をやめさせるにはどうすればいいでしょうか、という質問です。あのね、僕も電話苦手なんですよ。で、2人は嫌い。私も苦手です。早かったね。嫌い。これってどうしようもないんじゃない？そのこう上司から電話かかってきて、はいはいはいって適当にあしらっとけばいいんじゃないの？これやめさせるっていうのが無理なんじゃないのかな。じゃあ発達障害者的にね、はい、言わせてもらうと、はい、仕事してる時って、はい、基本過集中っていうモードに入ってるだからもうね、邪魔なのよ電話が。はいはいはい。そこ電話来るともう仕事をストップしちゃうから、はい、もうそれはね、本当にやめてほしい。あ、それは堀山さんが言う、その時間のレープ、そうタイムレープ的な、うん、その仕事のテンポが来るからやめてほしいみたいな。そうそうそう。で、なんか最近の若い子って電話とかするの？そうですね、なんか夜とかにこうお話しようみたいな感じの電話はしますけど、はい、こういう感じで仕事の内容とかなんていうんですか、連絡とかに使ったりはしないですね。じゃあやっぱりその僕のその職場の女の子たちも電話うざいみたいなこと言ってたんだけど、やっぱり今その老害の人たちは電話をかけることによってその働いてる人のモチベーションが下がるよねっていうのは理解した方が、ね、絶対生産性下げてるもん。ああ、なるほどね。ペンちゃんね、ちょっと聞いて、最近さ、車に引かれたわけ。ああ、言ってましたね。で、保険屋がね、電話での対応しかしてくれないの。で、ここ地下じゃん。電話入んないわけ。でもなんか超うざいのよ。もうメールにしてって言ってるのにさ、電話じゃなきゃいけないって言ってもうバカかよ、今時この時代にとかって思うわけ。え、それなんでダメなの？メールアドレスバンと送って送ってくださいって。だから、その電話であっちが入力するフォーマットがあるんでしょ。で、電話を録音してるんでしょ、きっと。だからその例外認められませんみたいな感じで。そうなんだ。それが証拠になる残るみたいな感じなのか。うざい本当に。なるほどね。え、最近なんか電話うざかったエピソードみたいなの寺田さんもあるの？なんか男につきまとわれたとか。ああ、そうですね。なんかこう話しょうもないこと、この人もそうですけど、はい、しょうもないことを話し始めるともうあっちが止まらないとこっちから切れないじゃないですか。なるほど。メールとかだとまあちょっと話一区切りかなっていうところでもう無視しちゃえばそんなにスタンド1個ポンと食ってね。そうです、そうです、切れますけど、電話をもうブチッと切らなきゃいけないのでなかなかやめられなくてもう長電話になって大変ですね。でもさっき夜なんかしょうもない話をこうするために電話するんでしょ。まあ話がこう私も楽しければいいですけど、はい、一方的に話してくるだけの人とかいるじゃないですか。あ、そうなんだ。この上司の人も多分そうなんですよ、はい、だからそうですね、会話が成立するならいいんじゃないですかね。うん、逆に自分からもう上司に電話かけまくっちゃう。なるほど、なるほど。電話かかってくるもうタイミングがないぐらい、かけすぎてうざすぎるぐらいかけちゃう。はいはいはい。もうそれぐらいすればさ、さすがに上司も電話嫌いになるんじゃない？なるほど、なるほど。電話を嫌いにさせるっていう。はいはいはい。なんかそんなつまんないことで電話かけてくるなって多分言ってくるでしょ。そしたら多分自分も顧みると思うんだよね。はいはいはい。そのあ、自分もしょうもないことで電話かけてたなってだから電話かけなくなると思う。いやー、最近の老害ってそんな自分顧みる力あんのかな。
老害を信じよう。はい、というわけで老害を信じようっていうことで、はい、電話をかけまくってみるっていうのを試してみてください。はい、というわけで今日の質問はこんな感じでしょうか。はい、参考にしてみてください。はい、すいません。バンツクトゥバンツクトゥバンツクトゥ、ヒロユカナイチャンネル。